大事なんです。これないと生きていけ。危ないよ、危ない。受けちゃった。にぎやかな、面白そうな人たちを見つけました。はい、行ってみましょう。行きましょう。こちらの方々、とってもいつもにぎやかでございます。お邪魔しまーす。どうもどうもです。どうぞ。先ほどはごちそうさまでした。ちょっと、いいです。あの、ハサミはないんですか。買ってきますですか。すげえうめえと思ったら、温めただけです。ドカベン、ドカベン、ドカベンになったんですか。ドカベンになったんですよ。さっきなんかあんまり発着になってます。ドカベンになったんですよ。皆さんどっからあれなんですか。地元成田。あ、成田。もうすぐ近くなんです。近いです。すぐそこですよね。そう、すぐそこ。あ、結構ここはちょこちょこ来る感じ。ここは初めて。あ、ここは初めて。いろんなところ行ったりするんですよ。そうですね。バイクがね、すごいかっこいいんですよ。うちの兄貴もバイクで結構ツーリングとか、嫁さんと一緒に行くんですけど、いいよね、バイク。これでも、インバルマさんセットヒルズ初めて行ってきて。さくらか、さくら。よかった。そうです。なかなか良かった。すごい近いんだけど、行ったことないんですよ、あそこ。近すぎて行かないんですよ。そうそうですよね。うちも30分圏内なんで、うちラジオなんですよ。近くにあるんだね。だから、あの辺近いですけど、行ったことなかったけど、初めて行ったんですけど、よかったです。じゃあ今度行ってみましょう。今度全裸で行こう、みんなで。全裸はダメです。全裸は、まあまあやられちゃう、捕まっちゃう。貸し切りするしかないですよ。これすごいね、この絵が。これいいね。Z700。長崎。わかんない。そうじゃない。意外とバイクとかみんなね。ね。趣味とかね、繋がってそうだけどね。かっこいい。大ちゃん、大ちゃん。いただいたね、鮭のムニエル焼いてみて。あー、タバコ吸いたい。でもお腹いっぱいでグリスクもチンスを食わないと。本気でタバコをやめようと思ってるんですよ、今。10月から見分かるじゃないですか。ね、見つかったんですよ。大丈夫だよ。バカでかいやつを買ったんですよ。ご飯食べた？これ1個300円ぐらい。さっきの時計、こっちのタバコ470円。値上がってても500円なんですよ。30円。タバコの方が安いじゃん。ご飯食べなきゃダメじゃん。じゃあタバコ吸えばいいじゃん。ってなるじゃん。本当に？やめるんです。やめてどうする？え？ギア。やめて釣り竿買う。いや、俺はもう漁師だ。釣り竿買って。ずっと魚しか、旅館に食えない。売るんだ。売るんだ。寿司三昧。寿司三昧。寿司三昧持ってって、買ってもらうんだ。そうだった。寿司三昧、やってもらう。
で、ここがドッグラン。ドッグラン、なんかドッグラン。なんていいんだって。うん、リード外してもらっていいって。ちゃんと見てれば。うん。包丁OK。包丁OK。包丁OK。あと気になるのこれだよね。これ。三角の。ちょっと見えないかな。うっすらでも。開けてもらって入る感じなんだよね。あ、開いてる。お邪魔します。へえ、あ、綺麗、かわいい。ほんとちょっとしたかわいい寝るだけの部屋だ。涼しいな。板の間、道具は自分で持ってくる感じなのかもしれないね。へえ、かわいい。これはこれで開いてたよ、お父さん。お邪魔しました。早く閉めて。で、ここはバルコニーみたいなというか、自分たちにね、物持ってきてバーベキューとかやっていいって感じなんだよね。なんでしたっけこれ。ワンウィール。ワンウィール、すごい。知らない、見たことなかった。すげえ、見たことない。ないっすね。すげえ。はい、決めポーズ。もう暑い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、今の時刻は9時38分。気温が 32.7 度。イエーイ。気温が暑くない、上がりそうだったからね。やる気満々で頑張ったぞ。早い。最高記録か。最高記録か。あとこれだけやった。どこだよ。これではデクリッとした。これもいいとこだった。うん、いいとこだった。まあ、グルキャンで2、3組で場所確保して、借り方考えれば最高だね。最高だね。うん。そんな感じでございます。冬来てみたいな。あ、冬いいかも。昨日ね、星空綺麗だった。すげえ星綺麗だったよ。昨日見損ねちゃったんで。海が近いから、海の真っ暗なんで。うんうん、星がすごい綺麗。なぜかこの辺から何か見たことがあるんだよね。反射するんじゃない。向こうなんだよね。よくわかんないですけど、ね、いいことで気持ちよく。ということで次は来月10月の10、11、11、12、まあ、後で出しておきます。戦国台、戦国台キャンプ場。もし空いてる方いましたら一緒にキャンプやってください。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまた次回、せーの、ふい。よし、今日は海鮮丼行こう。海鮮丼、海鮮丼、ここまで来たら海鮮丼。海鮮丼だね。特上行っちゃえ、特上。もっと太っちゃう。ダメー。バイビー。すごいよね。うん。テラス席もあんだね。この間時間間違えちゃって、9時に来ちゃって何にもやってない。ちょっと早すぎちゃったからね。騙される。はい、させん。朝ごはんここで食べるから、セブンイレブン何にも買ってくれない。はい。